ただいまから境港特別競争の表彰式を行います。ゲゲゲの鬼太郎とネズミ男がこの表彰式を盛り上げます。はじめに優勝馬シルバンシャー号の関係者の皆様に境港市長賞が贈られます。プレゼンターは境港市市長中村勝司様でございます。賞馬主有限会社サンネイレーシング殿、シルバンシャー号は平成30年第5回阪神競馬境港特別競争で第1着となりましたので、記念品を贈ってこれを賞します。平成30年12月8日境港市長中村勝司。調教師池江康俊殿、騎手ジョン・モレーラ殿、道春殿、中村様ありがとうございました。引き続きまして優勝馬の関係者の皆様に日本中央競馬会から賞品が贈られます。賞馬主有限会社サンデーレーシング殿、調教師池江康俊殿、騎手ジョン・モレーラ殿、厩務員森沢道春殿、これをもちまして表彰式を終わります。